こんにちは、あるいはこんばんは、生態院ワンドです。はい、ということで今日は何月何日ですか。ポンコツしかいない2024年1月12日でよろしいですか。はい、ということでね、レッドは2月24日で終わりでしょう。そうです。なのでもうちょっと頸椎をいじる機会を増やしてあげようということでそして今のレッドはどのぐらいレッドなのか、いやレッドはレッドやな、どのぐらい含み見てるのかってことでやってみましょう。ってことで超鳴るんでこっちから鳴らす。じゃあそうしましょう。よし、じゃあちょっと持ちいいカメラちょっとごめんなさい、あの俊也がおやすさんそっくりな顔したんで今お前な正月老けたんかはなかったんかも。正月お前お前の親父と同じ顔しとったんで。何にもないよ、それは親子ですからそれ言えるでしょ、映すだゆっくりね、ゆっくり、ちょっと待って、いやいや、すぐ鳴らさんでこう自分をもっと低くしてさ、あと肩鳴らさないで急にびっくりするから、ちょっとそれは分かんないこの首はならない。ちょっとわかんないです。なんかごめんね。あれ？どうした？ならないです。ならない首？はい。あ、抜いてもらっていいですか？俊也が悪いってことでいいですか？そうっすね。なんかごめん。映すな。なんないね。手首手首。こんな手なのね今。これ、それ景気悪いな。まあ新年早々な。景気悪いです。なかったことにします。今のは脳幹です。そうです。健康的に過ごしすぎた。そうだね、正月でストレス発散してきたから。じゃあお願いします。こっちは今最近取れ高王って言われてる。そうです。左です。軍神です。軍神、軍神で検索してみて。どうしてそんな優しく弾くの。ちぎるつもり、ちぎるつもり、ちぎるつもり、うん、なんかね、やっぱね、はい、こういっちゃうんだよ、顔が顔がこう安定してない。なってる。そうですね。すまんかった。じゃあ来週の金曜日いっぱいやらしてあげるな。え、大丈夫です。いっぱいやって大丈夫だな。よし、ちょっと寝てごらん。ちょっとあれだもんね。ブランクありますからね。この正月休みっていう。どっち？右です。大丈夫。ひよったマイク。な、うん？って言ったの。大丈夫。なんか急に臭かったの。大丈夫。大丈夫。お腹空いたの。お腹空きました。あ、そっかそっか。よし。スーじゃなくて波打たして体に。ありがとうございます。まあこういうことですよね。そういうことです。踏まえて、はい、来週だからあれじゃない、もうあファイナルとまでいかないのか、2月がファイナルか。そうそう、ファイナル講習会だ、はい、ということなんでじゃあ今日はノーカウントということでまあ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 またちょっとね、あの今
来週の土曜か。あのな、すっごいもう、爆鳴りしてたんで、腰とか。どう？豊田花王。そして軍神。見てください、軍神の花王。軍神です。軍神です。ちょっと似てんの、ほんと。ということで、2月24日まで、レッドを中心にカメラを回していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。